10月、2年ぶりに行われた区民フォーラム2021。テーマは墨田区の災害医療です。アフターコロナということで、コロナ禍での災害対策、感染症対策を意識した内容になっています。地域の連携というものが、やはり墨田区のモデルというような形で、参加者は区民、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会の方々です。まず一部では、コロナ禍における墨田区の災害対策について、墨田区西塚保健所長より話がありました。コロナの直接死はゼロということで抑え込んでおります。新型コロナウイルスの現状や、これまでの墨田区のさまざまなデータをもとに説明が進められます。続いて2部は、堀成美さんによる災害時の感染対策についてです。感染症対策はやはり弱いところに、起こる問題に関して、どのように支援の心で動けるかってことだと思います。またチケットは来たけど読めないから申し込めないでいる外国人の方が一定数います。先日の新宿区の報道を見ましたら、日本人より 10% ぐらい接種率が低いです。災害時ですね、そういう人たちも避難所にいらっしゃいますので、ご検討いただけたらと思います。関心あるテーマだけに、参加者から次々と質問が出されます。また会場内では、避難スペースや屋内型避難所用テント、段ボールベッドなどが配置され、防災課の職員による説明が行われました。段ボールベッドですね。こちら地面から高さを確保することによって、床面のウイルス、これをですね、吸入することを緩和しますと、骨組みがこのような形になっています。ああ、なんだ、全然安定してる。これ全然いいね。思った以上になんか安定してる。もっとふわふわしてる、ふわふわってか危なかしなかったもんさ。講演を終えた西塚さんに聞きました。区民、また医師会などの関係者、また行政がコロナと戦うためにそれぞれ自立して、備えて、でいざコロナの第5波の時にみんなで協力をして、でこういった形で乗り越えて、経験を踏まえて、こういったことが次のまた違う災害などに生かせる、医療が足りなくなるということも含めて、それぞれの皆さんがどういうことができるのか、どういったことを備えておくべきなのかというのが、今だからこそ考えられるという機会だと思ってます。